皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の10日、16時、28分。各窓口を点々としまして、農業関係のことなんですけども、最終的に、神戸市の場合、農業委員という方たち、農業委員会事務局の方に電話をおかけして、詳しくいろいろ聞くような形になってるみたいです。それまでに、3つほど窓口いろいろ行って、そちらの方に電話をかけて聞いて、で、その回答した内容を、まず言います。農家の取得をまずしなければならないんですけども、その1年以上、研修を、受けていただいて、1200時間の研修時間、ただ、ネクストオファーというものがあって、土日に100時間ほど、1年間で研修を受けていただいたら、そこから先はという話になってくるんですけども、一応、就労補助金などがある。ただし、それは、49歳以下までの方、が、該当すると。で、例えば、私のケースだと、自分の家の近くのところで、どこそこの、土地が空いてると、耕作放棄地があるっていうことをホームページとかで掲載してますけども、そういうふうなところで、農業をするときどうしたらいいんですかということでお伺いすると、地主さんに、交渉していただいて、で、土地を借りる云々の話になると。こういうことなんですね。で、これ、所有者が、わからないっていう、その、自分でね、待ってください。ちょっと言葉だけで言いますけども、法務局で、土地の権利者とかの、登記簿を、購入すると。で、そこから自分で調べての話にもなるんですけども、そこで、説明は、受けた内容は、相続とかがあるから、その所有者のところまで連絡先が、見つからない、繋がらないっていうことが結構あると。探しようがない、地権者がわからないということが、結構あるということだったんですね。で、それで、行政として国管理に耕作放棄地すればいいんじゃないかなと、私の中では、最終的な、答えですね。耕作放棄地とか、僕は、撮影してるところあるじゃないですか。ああいうふうなところを国の所有物にして、で、JA とかの管理で、農業をしてくれる人いませんかということで、しませんかという形で仕事として。で、研修受けて、そういうふうなところで、家から近い人とかが、農業できたらいいんじゃないかなっていうのが、これが一番早く農業をする人を増やす方法だと思いました。ここまで手続き、ホームページの方で、神戸市の農業委員会のホームページから、新規就農、というところへアクセスして、農業研修と。で、そこを見て、どこでその研修をするかとか、どういうふうなものがあるかとか、そういうふうなところがあるので、そこで研修を受けながら、農地を探すみたいな形になるかとは思いますということだったんですけども、他にも神戸市西農業振興センターというところで、助成金か支援金というか、その、テレビのニュースの方の、その、ある面積を、耕したら、そういうふうな助成金があるとかは、こちらの方ですっていう回答だったんです。ちょっとその辺のところ、が、どういう違いがあるのかとかが、ちょっといろいろ自分でも
ホームページいろいろ見てから、まあ、今さっき電話終わったところなんで、まあ、違いとかをいろいろ探したりとかそういうことになってくるかと思うんですけど、これね、だから僕の立場からで行くと、その最初の発想が、耕作放棄地もったいない、海外からの小麦の輸入が100万トンほど増えていると、ここ10年前と比べて。で、国内で小麦作れないかな、どうかな、だったんですね。で、こちらの窓口の方にも聞いてみたんですけども、他の窓口の方にも聞いてみたんですけども、2名の方は小麦の場合は水が豊富じゃないとできないということで聞いてると。で、テレビのニュースでもしてましたし、私もいろんな農地を、自分で見に行って確認してるんですけども、表面が粘土層になってる、お米のね、畑なんですけども、表面が粘土層になってる、明らかにネズミ色の、色をしていると、そういうような形で、保水をして、なかなか水が蒸発しないような工夫を持って、ここはお米作りをされてるんだなっていうところがありました。それはテレビでもちょっとしてましたし、それはわかるんですけども、各窓口で皆さん、小麦粉に関して詳しい知識をお持ちの方が見当たらなかったんですよ。これだっていう答えをお持ちの方が。だから作ってみたことがないから、多分みんなわからないんだと思うんですよ。で、一応、これ答えをさらに突き詰めていくと、もし水がたくさんいるようであれば、その水路とかね、蛇口をつけてっていう話になるのであれば、もちろんそういう、米、の、その、農家さん、あります。この間も、河川の撮影しに行った帰りとかに、その、畑に、上の方に池があって、そこから水を引いていて、蛇口ひねったら水が出てくるような形にされてるところは、神戸市北区にあります。で、ただこのあたりの人口とかを考えると、作るのも別に米でもいいんじゃないかっていうことにもなってくるんですよ。水がもしたくさんいるんだったら、人口比率とか土地の面積で見たときに、あとは気候がどの程度影響を与えてるのかもよくわからないんですよ。で、詳しい方、特に見かけてないので、仮に、例えば人口が比較的少なくて、片や面積が広いっていうところは、河川など、水が貯水しやすいと。だからそういうようなところで、この辺りで、ね、その空いてる、兵庫県の、耕作放棄地でお米を作って、で、その分、秋田小町とか、人口少子化じゃないですか。で、秋田小町だとか、コシヒカリだとか、秋田県とか新潟県とか、そういうふうな、お米の代わりに、小麦畑を作ってもらったりとか、そういうふうな形の方が理想的なんじゃないかなと。要するに、運搬距離ですね。エネルギーの残存量問題からで言うと。だから作るものは別にこの辺りでは、別に米とか、他の農作物でもいいと思うんですよ。で、あとはしっかり作れるかどうかとかになってくると思うんですけども、一番のポイントは行政として対応していただきたいのは、国会議員の方たち、内閣総理含めてなんですけども、その耕作放棄地をもう国が持ってしまった方がいいと思いますよ。で、農業研修を受けてもらった人に、ここで農業しませんかみたいな形で、だから結局、時間給をつけるような形、タッチになるんじゃないですか。その就労補助金とかをもしもらったら、農業メインで働くっていう形の人に認めます。サラリーマン片手までは無理ですよっていう、その補助金は出ませんっていう、就労補助金は出ませんっていうことだったんです。だから、その辺のところを、そういうふうに改革した方がいいと思うんです。
その少子化云々の部分もあって、これはね、あのサラリーマンの人に休みの日まで働いてくださいって言ってるんじゃなくて、あのケースによってね、あのいろいろあると思うんですよ。その結局非正規雇用の人たちの方が多いでしょ。だからその人たちがちゃんとした収入とか年金を得るにはっていうことを考えていくと、まあ結局は時間給のような形で、まあ畑仕事しませんかっていうような形になってくるかと思うんです。もしくは、まあ就労助成金の方でもいいんでしょうけども、ただ土地のね、部分、土地、こればっかりは、あの国の方で抑えてもらった方がいいと思います。その、僕はね、あの法務局で、その家の近くのあの河川の、有野川の、その横の、YouTube 一覧表の、耕作放棄地って書かれているところ、そこをまあクリックしていただいたら、まあ、2分ほどの動画が出てきますけども、まあ、自宅の近くにある、まあ、ちょっとした面積のところ、そこそこの面積の、だからそういうふうなところが結構ありますんでね。だから調査能力になってくるんですよ。だから一般人、なぜ、だから、あの、耕作放棄地がなぜ増え続けるかのところで、その、相続云々とかもあって、その、引き継がれた方がどこに住んでるかもわからないとか、あの、テレビのニュースでもされてますけども、その、地権者がわからないっていうケースですね。だから、それをなんとかしてあげなきゃならない。こういうことになってくるかと思うんです。ですので、そのあたりは、まあ、政府、の所有の土地として、あとは農業したい人みたいな形でいいと思うんですよ。まあ、就労補助金に関しても。で、まあ、農家としてのその研修は1年以上1200時間の研修、もしくは、ネクストオファーの今あるその土日でその100時間の研修というのをクリアしてもらったらっていう、まあ、それで、で、これね、もう、作るものも、もう、行政である程度、主導して、これ作った方がいいですっていうのを、対応した方がいいと思いますよ。で、これ結論としてね、小麦の輸入量を減らすにはどうしたらいいかっていうところで、もう、これ他でも話出てる、何回も出てたと思うんですよ。何回も見た、僕もはずなんです。で、学校給食、パンよりも、お米炊いてもらったらいいと。これで結論つくんですよ。学校給食。いやもうこれ昔第二次世界大戦があったから海外からの輸入の小麦が回ってきて、で学校給食でパンを出したのがきっかけだったと。まあこれはイケアメキラでもニュースそうだったかで昔していた、まあ、あの系列の番組で、していた内容で、そう放送されていましたし、国会でもそういう答弁されていたと思います。でやっぱりそこだと思うんですよ。学校給食をどれだけ米の比率を増やすかで、小麦粉の輸入量がガラリと変わる、これだと思うんですね。ですので、まあ、米作るだとか、それね、正直ね、政府の農林水産省のその世界との情報交換ができる方たちじゃなかったら、その世界のその他国の小麦の生産量が今どうなのかとか、そういったことを込みで考えなかったら、偏った農業ばっかりしていてもやっぱりあれじゃないですか。だからまあ最初の方に言った、例えば秋田県とか新潟県で小麦を作ってもらって、まあ小麦がどう、いる地域にまあ輸送してもらうような形になると。まあその辺のところで各都道府県に、で、まあ何を生産するのが一番いいのかというところと、やっぱり大量の面積がどう考えてもいりますよね。だって小麦だって577万トンも輸入してるんですもの。それは大量の面積いりますよ。だから日本中の空いてる耕作放棄地を全部稼働させた時にどうなるかっていうことを考えて政府の方で耕作放棄地を抑えていくと。まあこういうことですね。まあそれを国を挙げて行っていただけませんかというのが請願法による陳情で、今回の YouTube のアップロードでお伝えさせていただきます。今なんか電波であかんっていう子供の声が聞こえてきたんですけども、どう考えてもこの方法じゃないと僕の方が無理なんですよ。SD
カードをいちいち送ってたらお金持たないですから、本当に SD カードと郵送料で1000円ぐらいかかりますから、もうこの方法でも続行したらいいじゃないですか。こうやって現場のこといちいちね、いろいろ聞いて、まあ電話でもこれまあ30分ぐらいまあ話したり、もともといろんな窓口、こう、それだったらこっち行ってください、それだったらここに電話かけてくださいとか、まあそういうような形で、まあ結構、たらい回しになってます、現実的に。で、まあまあまあ大体のことは、この YouTube でお伝えしている通りですね。ですので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。これが、まあ、最終的な結論ですね。国の方で、土地を抑える。で、まあ、研修終わった人、まあ、就労金か時間給という形で働いていただくと。まあ、管理者がいないから就労金というような形になってくるんですかね。結局は。いやだからその働いた振り云々の話とかになってしまってもあれじゃないですか。だからそれでまあ非正規の人とかでもうまあ仕事掛け持ちでしたいっていう方とかも出てこられるんじゃないかなと思います。でやっぱり理想としてはできるだけ自分の家の近くのところの勤務先で、みんな働くっていう社会ですね。まあ、技術的なところとかがありますから、どうしても例えば工業関係とかだったら工業高校ぐらいは卒業してなかったら無理じゃないですか。いきなりは基礎知識がないですから。ただそれもね難しいんですよ。もう単純な作業ばっかりをしてもらってるパートタイマーのまあおばさんたちとかも工場でいらっしゃいますから、それ別にここ行かなくてもあんなことを現場で教えたらすぐ済む話だしっていう、まあまあそういう部分もありますけど、まあちょっと話がそれましたんで、農業のことで、この動画、これぐらいで、物事、くくりたいと思います。まあ、とにもかくにも土地、国が抑える。まずはこれですね。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。